どうも、ユニバーです。はい、日高さん、熱いメッセージというか長文ありがとうございます。まあエイズってことが分かったんですけど、まさか同じエイズ持ちの猫を飼ってるとは夢にも思いませんでしたが、はい、まあなんかいろいろと僕もエイズについて調べてみたんですけど、なんかあんまりそのなんだそのまあよくはよくはなんか人間のエイズっていうとちょっとなんかあれですけど、猫のエイズって結構あるみたいですね。で発症しないパターンもあるみたいで、うん、なんかそこまでなんか重いものではないっていうことが分かったよというか、まあ、発症したらもうちょっとまずいっぽいですけど、なんかそのストレスのね溜めなければいいみたいなんで、うん、はい、おいユニバー、ちょっと俺を言いなさい。どうもーってどうもーって言ったら面白いですね。ユニバくん、はいはい、まあちょっとね、僕もね最初聞いた時ちょっと泣いちゃったんですけど、うん、まあお互いに頑張りましょう。まああとまあ、ビジネスの話で言うならば、まあこれから頑張っていくということで、まあ頑張ってください。あとなんか聞きたいこととかあれば、ご相談あればですね、聞いていただければ、まあ、ご相談に、ビジネスに関してはご相談乗ることできますんで、まあ、すごい勢いでユニバー君がお水を飲んでます、はい。まあ、ドリームアカデミアに、ご入会お待ちしてますんで、一応ですね7月のセミナー終わったあたりぐらいからかな、セミナー終わったかな、まあ、7月はセールスご案内はしようかなとは思ってるんで、まあ今はちょっとね難しいかもしれないんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、では今回ですね、なんかこんな長い メッセージいただきましてありがとうございます。はい、まあなんか僕本当に今回ですね、その僕宇宙好きなんですけど、その宇宙のロケットのね発射する場所で出会って、まあいろいろなこう重なってこう出会ったんで、うん、なんかね感じますけど、なんかあるんじゃないかなと思うんですけどね。なんか普通のなんか猫となんか違うんですよね。こいつは普通の猫を飼ったことがないんで何とも言えないですけど、うん、はい、では最後ユニバー、よし、なんかないの？ちょっと喋れません。猫はちょっと喋れないですね。はい、ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。